はいどうも哲学徒です。今回はナインスドーンリメイク実況をやっていきたいと思います。今回はそうですね、ハエロスの方にね、たどり着いたんで、ちょっとクエストの方を進めていこうかなって感じですね。なんかアップデートで割といろいろつきましたね。特性の再割り当てだったり、能力の再割り当てが、能力としてついたみたいですね。あ、これ便利ですね。はい。ということでやっていきましょう。クエストログですね。古代の遺跡。メリアルと話さなければならない。メリアルと話せ。どれだ。メリアルと話せ。シエルタさんじゃないのか。あ、もしじゃない。セイシール、メリアルですね。はい。よその村の門外、こんなところに。外からお客が来るなんて何年ぶりだ。一体何しに来たんだい。本土から勤めを、果たすためにやってきた。マルティア城でよからぬものが湧いている。この島にマルティア城に入るための鍵があると聞いたが、すまない、その名を久しく耳にしてないもので。マルティア、確かにあんたが求めているものはこの島にある。ただしその鍵はあんたが考えているようなもんじゃない。マルティアの手があればマルティア城に入れるようになる。その名の通り、古い遺物は憎しみの力で腐ることもないというマルティア自身の手だ。しかし、ここ何十年、いや、ここ何百年の間、マルティアの手を見た者はいない。冷え渡る城塞のどこかに、保管されているという噂だ。冷え渡る、城壁はどうやって行ったらいける。それがどの、場所もそうであるように、冷え渡る城壁には、鍵がかかっている。別の鍵？ああ、この辺りじゃ、鍵は大きな意味を持つ。何をなすべきか、教えてやろう。まず、北西にある凍てつく神殿に向かい、砦の鍵を探せ。その後、冷え当たる城塞に足を運び、マルティアの手を回収するんだ。収穫しておく。この島の生き物たちは前と比べて凶暴になっておる。この辺りの古いダンジョンには手強い敵がいると聞いている。気をつけるんだよ、と。はい。じゃあやっていきましょう。なんか15時間ぐらい、プレイしてたら、なんかむちゃくちゃ喉が枯れてます。はい。まずは、違うか、上の方みたいですね。
ヘッドモンのライフバーが左側に表示されるようになったんで、これもいいね。さすがですね。割とそういうとこも考えて発信してくれてるって感じだね。はいはい、凍てつく神殿ありましたね。洞窟の凍えるような寒さと比べ、床から、立ち上る冷気はいくらかましに思える。一刻も早く砦の鍵を見つけなければ。あ、スキルが消えるやつは治ってないな。まあ仕方ないでしょ。なんかね、クエストログが出た瞬間に使ってたスキルが消えるんだよ。おお、あったあった。
取れましたね。大体取っとくかな。じゃあ上行きましょう。なんかローリング移動ですね。イースみたい。はいはい。ついついやっちゃうよね。右側とか行ってみるか。そうなんだよね、こっち側閉じてるからさ、こう行くしかないね。あれ？
無心でダンジョン突き進むみたいなところは割と白すらしてんのよな。まあでもなんかどっちかってとこ素材集めて強くするゲーだけどね。これ半ゲーだけど、まあいわゆるこうランダムドロップを狙うというよりは、ペットも全部集めてて、もう進化できる？できない。あ、できる。コボルト隊長は？あー、でも割とあれなのかな。いけるね。こっちの派生も行きたいんだよね。ゴブリン三兵、
は行ったかな。いつの間にやらレベル61になってます。おお、鍵が手に入りましたね。鉄く神殿。左奥がまだやってないかな。どうしようかな。お、25ポイント。あ、5ポイント振りとかも増えたんだ。ありがたいね。少し怖いからちゃんと取っとこう。
これでこっち側入れるのか。お、これで 100% だね。日渡る調査。か。次日渡る調査行くんですけど、まあ一旦ちょっと区切りますかここで。ペットモンもね、割とこう、進化はしていってくれているけど、剣士。もういける。コボルト魔術師。いっちゃえ。お、エント行きますね。あ、こっちはまだかな。あんまり進化させすぎちゃうのも良くないかな。
んまり入れ替えすぎるのも危ない感じもするからね。はい、ということで、今回はこの辺にで終わりにしたいなと思います。あ、どうしようかな。まあ、せっかくだったら、神殿まで行きましょうか。ね。この辺の子たちのチュートリアルをやりつつ、これこっちなのかな。違うっぽいね。ペットモンの卵チューチュー。強っ、この明治。ここじゃないの。あ、ヒエタルジョンさん来ましたね。はい、そしたらそうですね、次回はこの、ヒエタル城塞、攻略やっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。